中学生の時、国語の文法の授業で形容動詞というものを習ったけど、未だによくわからないのだ。形容動詞は形容詞なのだ、動詞なのだ。英語の文法では形容動詞なんて出てこないのだ。形容動詞は学校文法における日本語の重品詞の中の一つだけど、世界の他の言語にはなかなか見られない特殊な品詞だわ。形容動詞という名前だけど、動詞よりも形容詞に近い品詞ね。形容詞も形容動詞も事物の性質や状態などを表す言葉だわ。実際に外国人への日本語教育では形容詞の一種として教えるのが一般的なのよ。形容動詞は形容詞の一種とされているのだ。元気だのような学校文法でいうところの形容動詞をな形容詞、優しいのような学校文法でいうところの形容詞を異形容詞として、共に形容詞の回分類として扱うのね。名詞を修飾するときに形容動詞はなを伴い、形容詞はいでつながるからね。それどころか教科書によっては形容動詞は名詞に近いものとして形容詞的名詞と説明されることもあるわ。形容動詞は名詞に近いのだ。述語の活用の形や仮定法にした時の形が似ているからね。僕は元気だ、僕は学生だ。元気なら外へ出かけよう、学生なら外へ出かけよう。確かに似ているのだ。その他こんな類似点があるわね。国語学の研究者の中には名詞との近似類似性から形容動詞を一品詞として立てる必要はないとする形容動詞否認論を取る人もいるのよ。形容動詞の語感を名詞と並んで体言の中に属させるべきとかね。学校では元気が良いの元気は名詞で、彼は元気だの元気だは形容動詞と教わるけど、確かに両方とも意味は元気だし、分かりにくいところなのだ。名詞も属性、様態を表すことがあるしね。私のおばさんが来ている、彼女はもうすっかりおばさんだ。確かにそうなのだ。でもメタンちゃん、形容詞に近いとか名詞に近いとかいう話は分かったけど、現状学校文法では形容動詞は形容動詞という名前で教えられているのだ。それには理由があるはずなのだ。なんでなのだ。動詞の要素はどこから来たのだ。それは古典に由来するのよ。現代語だけ見ていてもわからないわ。古典語の形容動詞には成り活用と他利活用の2種類があるの。その活用変化が羅行変格活用の動詞と同じなのよ。羅行変格活用、あり、おり、はべり、いまそかりと覚えたあれなのだ。性質は形容詞、活用は動詞ということで形容動詞という名前になったのね。そうだったのだ。でも羅行変格活用も成り活用も他利活用も現代語では使わないのだ。もう形容動詞という呼び方はやめた方がいいと思ったのだ。そういう見解もあるわね。ただし現代語でも、例えば元気だは文章語にすると元気であるになるわよね。動詞のあるが出てくるのよ。そういう意味では一応形容動詞という名称には今でも意味があるのよ。ちょっと無理がある気がするのだ。最後にもう一つ形容動詞の特徴を伝えたいわ。ずんちゃん、ここにいろんな形容動詞の語感部分を挙げてみたけど、何か気がつくことはあるかしら。カタカナの外来語と音読みの漢語が多い気がするのだ。その通りよ。岩波国語辞典における形容動詞の語感を語種別に分類すると、柔和なのような漢語形が約 66% で最も多く、
比較的新しい言葉である外来語系も 6% あるという調査結果があるわ。日本語は海外から多くの言葉を取り入れて発展してきたけど、その際にその多くを形容詞ではなく形容動詞として受容してきたと言えるわ。面白いのだ。それでは今日の動画はこれでおしまいです。見てくれてありがとうなのだ。バイバイ。